速報ガンユータの和服姿、過去作品と比較してみた。ガンユータ、堂々のに和服姿が、国宝級と話題沸騰炎モデルプレス、和服が似合う男性芸能人ランキングトップ20を徹底解説。10月29日は和服の日であり、日本全国で和装の美しさが再確認される日でもあります。毎年この日に合わせて、モデルプレスでは、 和服が似合う男性芸能人ランキングを発表していますが、2024年も例外ではありません。今年のランキングには、さまざまなエンタメ業界で活躍する男性芸能人が名を連ね、その魅力的な和装姿で多くのファンの心をつかんでいます。日本の伝統衣装である和服には、ただ着こなすだけではなく、その人の持つ個性やスタイル、そして日本文化に対するリスペクトが求められると言えるでしょう。ここで 和服の美学と核芸能人の魅力がどのように交わり、一人一人が持つ独自の魅力がどれほど光っているのかをご紹介していきます。まず、同踊り児の1位に輝いたのは、ファンタスティクスの八木優勢。昨年の5位から一気にトップへ踊り出た彼は、和服が単なる衣装以上のものであることを証明しました。彼のキリッとした目鼻立ちや鍛え上げられた体型は、和服が強調する男性的な美しさを際立たせ、 着るたびにその印象をファンに深く焼き付けています7月のドラマ南くんが恋人で見せた浴衣姿やファースト写真集コンタクトにおけるオイラン姿はその一例でニューアサと妖艶さを兼ね備えた和装の表現が見事でしたまたヤギの長身や肩幅の広さは和服にぴったりであり和服をただ着るのではなく自分自身のスタイルとして完全に引き立たせている点が評価されました 続いて第2位にはナンバーアンダーライン愛の騎優ユタがランクイン。シュッとした小顔と長い手足、バランスの取れた骨格が和服に生え、見るものを引きつけます。特に、2023年の映画、G メンの舞台挨拶では、黒を基調としたモダンな浴衣を着こなし、多くの観客の目を釘付けけにしました。騎士の端正な顔立ちと和装の組み合わせは、時代劇のような重厚感もありつつ、 現代のファッションとしての新鮮さも感じさせるものでした。そして第3位には、ルローに謙信の日村謙信役でおなじみの俳優、佐藤謙がランクイン。彼の袴姿でのアクションや所作の美しさは和装に対する情熱が感じられ、10年間もの歳月をかけてそのキャラクターを体現した彼の存在感には大いなる敬意が集まりました。また、年始の TBS ドラマ、 義母と娘のブルースのスペシャル版での和服姿もファンの心に残り、和装が彼にとって特別なアイテムであることを再確認させます。さらに第4位には、和装文化の未来を担う俳優として期待されている伊藤健太郎が選ばれました。彼は、着物イスト2023にも選ばれ、新たな和服の可能性を切り開く存在です。ドラマ、足ガールでの若君役や映画、 十二一重を着た悪魔での豪華な衣装など、多彩な和服姿で観客を魅了し、その個性的な和装の演出力に称賛の声が絶えません。そして第5位には俳優の町田啓太がランクイン。彼は雑誌、美しい着物の男性発の表紙を飾り、着物イスト2024にも選出されるなど、その華やかな和装姿にファンが魅了されています。彼の高身長と端正な顔立ちは、 和服の美しさを一層引き立てる要素であり、時代劇から現代のファッションシーンに至るまで幅広いシーンでその魅力を発揮しています。さらに、ランキングには京本大河や宮舘涼太、赤楚衛二といった多くの実力派俳優も名を連ねており、各々がそれぞれの特徴を生かして和服を着こなしています。例えば、京本大河の中性的で端正な顔立ちは和服の上品さを際立たせ、見る者に強い印象を残します。 また、宮舘良太の凛とした立ち姿や姿勢の美しさは和服が醸し出す日本的な美の象徴ともいえます。赤楚衛二のワイルドで自然体の和服姿もまた、現代における新しい和装スタイルの一つと言えるでしょう。和服は単なる衣装ではなく、着るものの個性や美意識を映し出す一枚のキャンバスのようなものです。ランキングに選ばれた彼らが和服を着ることで、それぞれが持つ独自のスタイルやパーソナリティが際立ち、 その魅力がファンに深く伝わっています日本の伝統と現代が融合した和服は時に新しいファッションの可能性をも感じさせ彼らのような芸能人が着用することで若い世代にも和服の魅力が再認識されているのです。和服が単なる衣装以上の意味を持つ背景には日本の文化や歴史が大きく影響しています。日本において和服は1000年以上にわたる歴史の中で育まれてきたものであり 古代から現代に至るまで多くの日本人がその美しさに魅了され続けています。平安時代には貴族階級を中心に多層に着込む十二人絵が流行し、江戸時代には着物が一般的な装いとして広がり、庶民から武士、商人まで幅広く愛用されてきました。特に江戸時代には着物の絵や色、帯の結び方、素材の選び方によって、個々の階級や社会的地位、職業、 さらには季節の移ろいまでをも表現することができるようになっており、和服は単なる衣服を超えたシンボリズムを持つ存在となっていたのです。このような歴史的背景を踏まえると、和服が日本の精神をまとう意味を持つことは理解に固くありません。芸能人が和服をまとうことは、その歴史や美学への尊重を示しつつ、また同時にファッションとしての新しい解釈を加える試みでもあります。そして、 現代の芸能人たちが和服を着用することで、日本文化が再認識され、伝統的な価値観が次世代に受け継がれることにつながっています。特に SNS が普及している現代において、彼らが和服姿を披露することで、その画像や動画は瞬く間に国内外に拡散され、和装に興味を持つ若者も増えています。実際に、和服に対する若年層の関心が高まっていることは、 和服レンタル業界や着物ブランドの人気が上昇している現状からも明らかです。京都や浅草などの観光地では和装を体験する観光客が増加し、和服が単なる過去の文化ではなく、現代的な価値を持つものとして再評価されています。また、和服が日本国内のみならず、海外でも注目を集めている理由の一つに、日本のポップ・カルチャーが世界に広まっていることが挙げられます。アニメや映画、音楽など、 世界中のファンが日本のカルチャーに魅了される中で、和服もその一部として認識されるようになり、和装をしてみたいと考える外国人観光客も増えています。彼らにとって和服はエキゾチックでありつつも、同時に洗練されたデザイン性や奥深い歴史を持つ魅力的な衣装であり、日本文化への興味や尊敬の念から、和服を実際に体験してみたいと感じているのです。また 日本国内では和装の復興や継承に向けた取り組みも行われています。例えば、学校行事や卒業式で和服を着ることを奨励する動きがあり、これにより若い世代にも和装の価値が伝えられています。また、テレビドラマや映画で和服を着たキャラクターが登場することで、その影響を受けた若者が和装への関心を高めるケースも少なくありません。戦術したような芸能人ランキングも、 和服の魅力をを発信すする重要な役割を担っています和服は特別な日の装いという認識が一般的でしたが現代では日常的にも和装を楽しむスタイルが注目されており SNS ではカジュアル着物といった新しいスタイルがトレンドとなっていますこれは和服の敷居を下げより多くの人々に気軽に和服を楽しむ機会を提供するための一環であり 若者たちが普段使いのアイテムとして和服を取り入れることができるようになりました。さらに、和服の進化とともに、現代的なデザインや新しい素材が用いられるようになり、より軽量できやすく、着付けも簡単なものが増えています。例えば、従来の絹や麻の代わりにポリエステルや綿を使用した和服は、洗濯や手入れがしやすくなり、価格も手ごろになったことで、若い世代でも購入しやすくなりました。このように 和服は日本の伝統を尊重しつつも、時代の変化に合わせて進化しているのです。加えて、近年ではデザイナーが斬新なアイディアを加えた和服を発表するなど、ファッションの一部としての和服の可能性も広がりを見せています。これにより、和服は改めて日本のファッション業界において重要な存在となり、和装が新しい世代にも受け入れられることが期待されています。そして、日本文化の象徴としての和服は、 外国人観光客にとっても魅力的なアイテムです。観光地やイベントでのレンタル着物の利用者が増えることで、和装の市場も活性化しており、国内外の和装ファンを巻き込んだ新たなビジネスチャンスが生まれています。また、和服を体験することを通じて、日本の文化や風習に触れる機会が増え、それがさらなる観光促進や国際交流につながっているのです。日本において和服は、 その人ののの人人品格やや所作を引き立てるるももでででありまた精神面でも日本人独特の価値観や美学が投影される存在です和服をまとうことで単に外見が美しくなるだけでなく心も穏やかにそして引き締まるような感覚を覚えると多くの人が語ります和服を着る際には動作や仕草にも気を配る必要がありそれによって自然と姿勢が良くなり相手に対する礼儀や思いやりの気持ちが表れるようになります これは日本人が大切にしている和のの心にもも通じるものであり和服を着ることで改めて自分自身を見つめ直すことができるとも言われています。さらに和服の文化は現代の日本においてもファッションやイベントなどで生かされ続けており日本人の心に深く根付いた文化的な価値観を象徴するものとしてこれからも発展していくことが期待されています。